おはようございます。西田航です、えー。1月29日、月曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。ありがとうございました。こちら、えー、写真展 LSK、本日が最終日でございます。本日は15時までの、えー、開催で終了でございます。並びにこちら、写真集 LSK ですね。もうすいません。昨日のですね、お昼の段階で売り切れてしまいました。 でなんとか、えー、ドリキンさん私石井さんの作家が保有している分をなんとか書き集めた結果30冊集まりましたので、えー、本日ですね、えー、1月29日の今日は11時からオープンいたしますこちらアメリカバシギャラリーでの LHK でこちら追加で販売いたしますのでぜひね、えー、なんとか昨日本当に えー、買いたかったのに買えなかったって方がね、本、え、当、ー、申し訳ございません。多くの方にお越しいた,いただいたにもかかわらず、続出してしまったと。で、もしももしもね、今日また改めていらっしゃることができる方がい,、ま、<coughs> いらっしゃいましたら、ぜひともこちら、a s k 写真集30冊ありますので、ご購入いただけたら嬉しく思っております。ということで、あとですね、こちら、会場では、えー、先生が私の写真集ですね、 今ちょっと手元にサンプルで持っていってしまっているのでないんですが、こちらゲイズボリューム9発売中でございまして、さらにゲイズボリューム8、ライカのみで撮影したらゲイズボリューム8と、こちらテーマ多様性というね、ゲイズボリューム9ですね。こちらの写真集がございますので、ぜひとも、こちらもね、私もう手前見せながら本当に自信作になっております。ので、ぜひともね、写真の多様性をご体感いただく いただきたく思っておりますのでゲ芸術ボリュームないもんね何卒お買い求めいただけたら嬉しく思っておりますのでよろしくお願いいたしますというところで、えー、今日はなぜ奇跡は連続で起こるのかというお話でございます昨日は、えーえー、YouTube でもおなじみの、えー、フォトグラファー矢沢貴則さんにお越しいただきました、えー、西田渡とドリキンさんそして石井智子さん矢沢貴則さんの、えー、4名で えー、撮影、えー、収録いたしました。こんなこと起こるんですね、本当にね。うん。なので、えー、緊張しましたね、正直。いや、なんでか、なんでかって言いますか、やっぱり昔からもうそれこそ、もう、YouTube の先輩でございますから、僕が始めるよりも、もっともっと前に、えー、矢沢さんは始めていらっしゃいまして、始めるタイミングにもね、いろいろと、あのー、動画を拝見して、 なるほどと、プロ目線でこういう風な形で YouTube で配信すればいいのかっていう風にお勉強させていただいた上で、私もね、YouTube を開始したと。なので、そういった意味でも、本当矢沢さんの YouTube のおかげで自身もね、ああ、こういう風発信活動ってプロ目線で続けていけばいいんだなっていうのを勉強させていただいた方、ずっと見ていた方が続入テレビの中の人と直接お会いするような気持ちになって結構高ぶってしまいまして、本日、 えー、18時に私のメインチャンネルの方で、えー、矢沢さん、私、そしてドリキンさん、石井さんという4名の対談動画を出させていただきます。えー、ちょっとね、あの、緊張もあり、えー、っていうところで、もう逆に聞きたい、喋りたいっていうことはもう様々にありすぎてですね、えー、ちょっと、えー 会期終了というか、その日19時で終了だったんですが、6時からスタートだった関係もありまして、ドリキンさんのね、動画の方でももうすでに6時に出てるかな、こちらね。なので、そちらのもありまして、あのー、まあ僕は20分ぐらいで終えなきゃなっていうのもありまして、こう、何からどう喋っていいかみたいな、こう、うまくこう、組み立てもなかなかうまくいかなかった部分もあったかなっていう。ですが、えっ、ー、と、これで終わりではないので、これがむしろ矢沢さんとの えー、新たな、ある意味旅のスタートみたいな形に、えー、お互いになれそうですねっていうお話をして、それこそまたちょっとね、会食などもぜひ矢沢さんとさせていただけたらっていうお約束もさせていただきましたので、ここから新たなね、それこそ LSK ではないですけども、それこそ矢沢さんもね、今、えー、こちらですよ、M11 購入されてますから、まあ、要はライカ仲間ですよね。y o u t u b e バー同士とかのコラボではなく、ライカ仲間として、 サクッとフォォトウォークいくとい今矢沢さんもガンガンフォトウォークっていうか自身でスナップされてるんですよね要はこう,こういう世界観ですよ。なんで僕とある意味親和性が高くなっているって言ったらまあセンスながらなんですけれどもあのー、なかなか共通言語多くいろんなことをしゃべることもできるよねっていう同じ道を歩きながらまさに撮るっていうそれでお互いに、まあ、回すでもよしただ写真を集中して撮るでもよしっていうこういうことできるよねっていうふうに。 思っておりまして、ぜひその辺も、えー、そちらの方もね、矢沢さんにご提案させていただいて、実現させ,させていただけたらと。やはり僕はですね、あの今回の、えー、こちら、フォトウォークを販売するっていうテーマですよね。そしてフォトウォークを体感いただくイベントのような形、写真10という名のフォトウォークイベント。これが明らかにこれからですね、フォトウォークっていう単語、フォトウォークするとかっていう、 この単語がむしろ、うん、んていうのかな、きっかけというか、むしろこう、ちょっとカルチャーっぽくなっていくような、えー、感じかなと。まあ、石井さんとかと話してても、要はドライブデートするみたいな、彼女とドライブデートするっていう単語とかありますよね。要は、えー、彼女とフォトフォークする、友人とドライブしに行ってきた、友人とフォトフォークしに行ってきた、みたいな、カメラさえ持っておけば、 要は今までだったらそれを車を使って運転してどっかしらの目的地に行ってたのを友人とフォトォークに行くと。まあもちろん電車を乗り継いだり公共交通機関を乗り継いだりとか。まあさすがに車で運転してしまいますと撮影ができないので、まあ、何らかの公共交通機関でどっかに集まり A 地点から B 地点を移動する。その、その間に生まれる同じ道を歩み歩きそして同じものを見ているようで違うものを見ていたって。そういう発見ですね。なのでこの辺がですね、おそらく 僕はこのフォトウォークっていう、えー、カテゴリーといいますか行いですね行為このフォトウォークっていう単語がなんかもうちょっと高尚なものになるというか、えー、カルチャーにまで消化するんじゃないかなっていうのを今回の熱量ですねえー、何人ぐらい多分今回、えー、現 えー、今日の日曜日の段階だけで、おそらく1500名、1000名を超える方々に来ていただいているのではないかっていう予感がしております。5日間で。1日鳴らすと200人は絶対来ている計算になりますので、おそらく1000名を超える方々にもうすでにお越しいただいていると。っていうふうに考えますと、 それだけそして皆様がですねまあアートイベントアート展覧会とかって言いますとなんか勉強になったとか刺激になったとかってあるかもしれませんが今回のこのフォトウォークのイベントに関してはあの楽しかったって言っていただける方が続出してるんですよね自分も写真撮ってみたくなったとか撮りたくなったこの展覧会を見た後にフォトウォークを体感した後に自分自身もついついフォトウォークしちゃったとか友達とフォトウォークしてきたとかなのでこのフォトウォークっていう単語がですね おそらく、ちょっと今の時代にもマッチしてくるんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。っていうのがですね、あのまず歩くって、単純にと健康にいいじゃないですか。で、えー、まあ別になんですけども、まあ、お金使ってもいいんですけど、お金使わずに楽しめることって非常に今の時代とあ合ってますよね。そして健康にいい。お金を使わないで済む。で、なんていうのかな。そして友人関係、交友関係も広がる。えー、人を誘いやすい。 で、1時間だけパッと集まってフォトークして、じゃあ次の用事があるからお疲れ、じゃあね、また集まろう。で、また LINE のグループとかで、今度フォトーク何日やりますあ、行く行くとかっていう、この離れるくっつく、離れるくっつく、誰がこういう、こういう形でフォトークっていう、えー、一つのキーワードというか行いを通じて、出たり入ったり、出たり入ったり、そこに過干渉は、なんで最近フォトーク参加、あの人しないんだよとかっていうことが、 ないわけですよね。いい人だけ集まろうみたいな。それでふわっとすると。それが今回の僕のはこの LSK を通じて、えー、要は矢沢さんまでお越しいただけたわけですよね。まあ一番最初は、え LSK、ー、の新メンバーであります、カズチャンネルのカズさん、そして、えつ、ー、ねさんですよね。新加入でございます。5名。で、その次は、岩井俊二監督。 もう今度、フォトウォークさせていただきます。で、えー、そして、矢沢卓音さん、今日の動画で、えー、配信いたしますが、えー、フォトウォークお誘いしようかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、えー、最後にもう一度、本日ね、えー、1月29日月曜日、今日最終日でございますが、このフォトウォークとはっていうところの、えー、具体的な形、写真集も30冊ご用意いたしました。かき集めました。で、さらに展示、そして、チェキも展示しましたが、チェキもほとんど、 えー、百何十枚あった中で、残り今、現状9枚でございます。百数十枚あったものが9枚です。そして、ご購入いただいた方が、めちゃくちゃ多くの、えー、今、ゾフォー灯が並んでおります。仲間がめちゃくちゃ増えております。フォトークの仲間ですよね。これが今、フォトーク、デー1ですけれども、もうデー2のスケジュールも、えー、始まっております。原宿、並びにもしくは新宿でやろうっていう。 えー、あまりにも今回ね多くの方々にお越しいただけたので会場のキャパを大きくしていこうっていうことに、えー、決まりましたメンバーと話して次はカズチャンネルのカズさん常さんも参加していただけますからねそうなるともっとさらに大きな輪になることが予想されますので、えー、会場を大きくせねばならないっていうことなのでこれがおそらくは5月ぐらいにゴールデンウィークあたりとかにうまく組めたらいいよねっていう話を えー、ポぽつりぽつりと、ね、石井さん並びにドリキンさんと始めておりますので、ぜひとも次は5月ぐらいなんだな、このほど多く。なので5月にはまた会いますが、やっぱりこのデイ1がどういうものだったかっていうのをご体感いただき、そして今回集まったチェキを打たせてもらいました。仲間がめちゃくちゃ増えております。何名ぐらいかな ?80 名ぐらいになってるのかなその80名の仲間をそのまま引き連れてデイ2に向かいます。デイ2のまた壁面に、今回デイ1にご参加いただいた皆様のチェキを 明日会期が終わると同時に回収して撮っておきます。で、デイ2のまた展示ではそのある壁面にまたそこを並べます。そして、デイ2にまたお越しいただいた皆様、チェキなどを購入いただいた皆様もまた撮影して、どんどんその壁面が埋まっていくという。で、d a y 1で今回お越しいただいた皆さんも、デ y 2にお越し、また新たに来ていただいた時に、ご自身のまたチェキが飾られているかのチェックをぜひお願いしますので、こういうイベントにしていこうと思います。なので、 写真というものは一人で撮るのももちろん楽しい。僕は一人で撮ってます。一人で撮ったゲーズもぜひご覧いただきたいですし、仲間と撮る写真、フォトウォーク、デイワン。こういったところを複合的に写真というメディアを通じてね、えー、それこそ人と人とのはその奇跡の連続がなぜ起こったか。今回、カ、え、ズ、ー、チャンネルのカズさん、えー、岩井俊二監督、そして矢沢隆則さんっていうね、僕も矢沢隆則さんとお会いできました。矢沢さんと。 それはこちらのフォトウォークこのイベントが仲間っていうテーマのもと紡いでいった結果がこういった形になりましてえー、っとですね奇跡はやはり歩くことによってフォトウォークによって生まれるっていうことでぜひとも今日最終日ねフォトグデークでは皆様お会いできますのを楽しみにしておりますこちらの写真集ご用意してお待ちしておりますのでぜひともチェックしに来てくださいそれでは今日も作り方をお過ごしください西畑でしたどうも